いやちゃうよん大丈夫です。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、えペッカミがないと、やっていきたいと思います。で,ですね、えっと、このデッキは、あの、クラルラリーグでね、えー、使ったデッキなんですけどね、まあ、えっと、初めて、あの、ちょっとね、ちょっとあの、こそ連して、初めてリーグで使ったデッキなんですけどね、えネ、ー、はねはねさんにね、縛られちゃったんですよね。そなんで、えっと、u 7 0クをね、5にしました。で、それでやってたら、ちょっとね、ちょっとね、あの、ああいうババとか、 あの、小屋系に対してちょっと安定したので、そう。で、結構このデッキ、あの、なんかやべえように見えてバランスが取れてて、あとはなんだろう、周りが、あの周りのカードがペッカと同じなんでね、そこら辺がちょっとあの、まあ、メガナイトいねえやろっつって、ケツペッカしたところ逆サイブッパ相手がしてきて、それメガナイトドンってやったもう、ペッカメガナイト両サイズめみたいなね、そういう感じの形がね、強いデッキなんですけど、ま、あだから、えっと、基本的にはこの、ファイボナークユーノなんですね。はい。なんで、えっと、ユーノ、 ま、レベルが高い方でいいですね。か、えっと、ま、はねはねさんみたいな人がいるよっていうトロ隊の人は、あのー、5を入れていいですね。はい、ってな感じでやっていきたいと思います。今日はグラチャレー、グラチャレーグラチャレでーンス、はい、はい、ということで。何グッドゲームって。やめてくんね。もうさ、怖いんだけどさ、そのグラチャレー、たまにさ、諦める、2敗しててさ、諦める人がいるんですよね。マルチだといないんですけど。 二杯してて諦める人がいるから、ね、ちょっと怖いですね。たまにこの俺らの動画をボスにさせてくれるから、本当に。うわーいくい。まあ、えっと、ああいうボーラーとか、硬い系にはペッカーですね。まあ、単純な、単純なあれですけど、硬い系にはペッカー。で、えっと、柔らかい系っていうか、まあギャングとかね、ああいうのにはメガナイと合わせるっていう、まあまあまあおさらいですね、言うたら。 よいしょ。で、このボーラーの延長線上に出さないことによって、このね、ボーラーの玉っころを受けないっていう感じですね。で、はい。墓石もあっち側行って、ポイズン切って、あと1枚で、えー、墓石が、うーい、嘘です。あと1枚で墓石回るって言おうとしたけど、回ってました。はい。って感じで、メガナイトね、こういう細かいのにはメガナイト合わせてあげて、マスケの前につけたくてもね、やっぱメガナイトがいたら、つけにくいんでね。はい。はい。って感じで、んー、よいしょと。いエえ で、これで、メガアゴがいるので、はい。で、墓石と、このね、ボーラを切ったタイミングで、コジョ、コジョルると。いう感じで、こジョっていく。いえ。はい。って感じで、とりあえずね、あの、有利取りました。で、あとはマスケットを多分スキャラぐらいですね、相手が持ってるのは。なんで、こうボーラキング起動できんのかなっていう、あんまわからないんですけど。でもこいつ射程長いんで、多分できますね。よいしょ。 はい、センキューでーすって感じで、で、ボーラーを引き出したんで、もう一回ここに、で、と、あの、マスケとかね、相手を防衛してくるときは、このトリトンペッカーの形が強くて、こうやってね、そう、マスケに出して、立てて出してくる、こういうジャイとかを引っ張るんですよ。そなんで、 はいちょザッパーねあのノックバックで外れるのが怖くて言ってなかったんですけどあとはもうトリトンが全部やってくれるんであの黙ってみとくだけですねでキング起動したんで別に無理してなんだろうはし防衛する必要もなくあの前だけね溶かして後ろにはファイブとか打ってあげればあのキングのね恩恵を受け簡単に守れますこれ逆さ言っちゃうなまあまあも、まあいいでしょうとはいでトリトンですねで相手はまたマスケを合わせるか墓石を出すかぐらいしかやることがないのでペッカを出しますと はいで、お席を出してきました。ボーラーを出してきました。で、マスケにね、ファイを打ちたいんで、あいつだけがちょっと敵なんでね。で、こバーを後ろから流していき、とは言いつつも、お石が邪魔なんで撃っちゃいます。センキューです。あ、やばいはい当たったオッケー。で、これで、でもね、気づけばペッカに締め回ってます。回ってメスって感じで、これペッカ出して、あとはね、トリトンがこうやって引っ張ってくれて、 そう。だからまあ、なんだろう。まあ言ったらもう、範囲攻撃と、あの、そのなんだろう、単体攻撃でどっちも火力高いカードがあるんで、もう、あれですね。何が来ても勝てるって感じですね。で、何が来ても勝てると思って出したら、えっと、キョスケゴブゴヤ、えー、ババアスケラが来て死にました。はい、ありがとうございます。って感じで、あのね、ちょっとね、でもね、俺がね、あれはね、あのー、 はねはねさんのデッキがやばいっていうかね、俺が悪かったんですね。そのね、似たような系統の、まあ言ったらペッカーとかですね、ペッカー対策とかで多分ああいうの出したと思うんですけど、ペッカーとかをね、俺が使いすぎたせいで、多分ああいうデッキが出てきちゃったんで、そう、だバルーンとか使ってればああいうデッキはね、出てこなかったと思うんですけど、ちょっとまあそれはね、結局言っちゃえば俺が悪いんですけどね。あやばい、対空2枚急いで切っちゃった。でこういう時は、せめて手札回さないと、これをね、どっちもスルーで終わらせるとね、あのー、アウトローにバルーンとかつけられた日には死亡するんで、 はい、迫撃でしたね。ありがとうございます。という感じで、まあ、とりあえず、ファイボをメガナイトは序盤ね、ちょっと隠したい。メガナイトかペッカをね、どっちかは隠したいんですよ。で普通の人は、その、ペッカとメガナイトがどっちも同じデッキに入ってるって思わないんで、例えばですけど、アウトローに、その、メガナイトを出したら、あ、ギャング系とか、なんだろ、う、まあ、大きいカードがないって、相手が勘違いして、ケツペッカいいですね。はい、おっきいカードがないって勘違いして、そのね、なんだろう、 こうやって逆サイとかを攻めてくるんですよ。で、1倍タイムの時は、まあ、手札回しでね、ペッカを後ろから出してこうやって許容するんですけど、まあ、言うて1倍タイムの時は攻撃あんま入んないですね。まあ、入ったらラッキーぐらいで考えていいですね。はい。なんで、えっと、まあ、こういう感じで、ね、適当に形を作って、あのー、ファイブとかのエリアを残しながら見守っていく感じですね。まあ、言うてここでエリアドを取れればいいだけなんで、よいしょ。では、まあ、早めのね、若めのファイブを打っていき、そう。よいしょ。 ワンンつつ、まあ、入んななっりつつまいで、すねでこれで相手は、あ、ペッカなんだなっつって、で、これ、あとは、なんだろう、メガナイトがあるなんてね、相手は1ミリも持ってないんで、この辺で、端前とかね、攻めてきたりするんですよ、たまに。来ない。慎重ですね。なるほど。これ、ペッカで受けちゃうからね。よいしょ。で、ギャングがいないときに、ペッカで受けれたので、で、これはペッカに向いちゃうんですけど、はい。で、次の防衛には、陸受けがやりゴブしかないと。 で、コウモリが頭に来るという感じなので、このね、はぐの範囲外にないでしたね。範囲外に出したつもりが範囲内でした。はい。アウトロー来て、あと、やりこぶりにザップ打つだけですね。はい。よいしょ。なータルババがめんどくせーやめてくれ頼むから前でよっかいありがとうセンキューこれ、後ろに飛ばされてたらね、コウモリ受けられなくてね。 バチクソだるかったんですけど相手がちょっとねあの甘えて前に出してくれたんで本ント相手がこういう時後ろに飛ばさないとダメですやばい日本人だった相手がやばいこれは荒れる嘘です今のはいでメガ5出してトリトン出してはいとこ,こでメガナイト出して相手がえーメガナイトーって今言ってるんでとりあえずそんな感じであのこれやべえな普通に ええ、<laughs> メガナイトが来る前に終わっちゃうんだけど。やばーいいや、でも大丈夫、これはまだメガナイトが暴れてるんで、いけ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 、倒せ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 ,倒せ。よし、OK やったこれでトリトンつけて、ザップ打って、あと5を何かしらに打てば、OK、それを出したら、OK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 、o ペッカが、ペッカとメガゴが生きる。OK! ーー来た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 ペッカメガナイト。来た頼むから頼むから頼むから頼む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 よし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 。OK!OK!OK! 来たイェーイ勝ちましたありがとうございます。まあ、まあこんな感じですね。こんな感じで、ペッカとメガナイトの強みをね、出していきましょうって感じですね。俺はだから本当はね、こうやって相手がね、 あの、びっくりするのをね、予想してたんですけどね。俺がびっくりしちゃったっすね。あんなデッキ来たら。ゴボゴヤ見て、んゴボゴヤゴボゴヤは違くねってなって。で、それで逆イなんか気をつけきて、気をつけ出したらなんか受けねえやと思って逆イ振ったら、なんかババ出てきた。ババに対してもね、俺はもうババを許さないんで。ババ許さないマンなんで。とりあえずメガゴですね。で、こういうの、ペッカは、ほんとは、とか、ファイボザップですね。は、えっと、ネクロに対してね、バチクソ弱いんですよ。 なんすけど、いや、これどうしようかな。これさ、ほんとね、起動したいんですよね。頼むから届いてくんねえかな、これ。よいしょはい。怖えな、これ。起動できなそうでお。めっちゃ入ってる。めっちゃ、たまたまめっちゃ入ってる。これが工場ババの強いところです。薬剤誘導に使ったジョババがたまたま入るときがたまにある。で、これで、えっと、またね、スパーキーか。 メンジいなこれザップでリセして無限無限エレキしようかオッケーオッケーでこれで高めでねエレキをこうやってメガを出してあげるんですよそしたらジャイドがつけて延命してくる民がいるんでこういうやつにはねもう5を打ってあげますそうすると全部綺麗にちょっと俺のエイムが悪かったんですけどでこれギリギリでトリトリは出してあげてこれ引っ張ってねよいしょ で、えー、こっちにナブなんかしら、なんだろうな、でクロですね。はい、防衛してくるんで、速攻で、キョスキぐらいしか多分もう受けないんでね、スパーキーも回ってないので、キョスキぐらいしか多分ないと思う。トルネか。えアイスピなんかあんのこんな、こんな重いのいっぱい入れといて、ちゃんと回転意識してアイスピ入れてるっていう。ま、あここはまだメガナイトちょっと隠したいので、隠出てたあれ俺が出したのどっちだっけメガナイトだっけメガナイトとペッカをね、隠したいんですよね。どっちかを。 絶対にどっちか出しちゃってもいいんですけど、あのどっちかを隠したいんですよね。まあ、基本的にはペッカーを出してメガナイト隠すっていう動きが、まあ、基本なんですけど。よいしょ。はい。でまあ、トリトンとかで手札回していき。あなるほどね。血虚数。で、ペッカー出していき。こっからですね。難しいのが。はいはいはい。まあ、これはね、シンプルにネクロ使ったんで。 ザップしてもう気をつけだけね溶かしてくれた後あとはメがないと踏んであの終わりなんでねあそこはもうよいしょまあこんな感じですねはいんな感じでこうやってねちょっと煽ってきたやからもねあ簡単に潰すことができますよって感じなんで、まあ、結構ねでもねたまにこういうネクロスパーキーとかね デッキ相性悪いとね、事故ったりするんですよ。多分ね、視聴者の人もね、あの、多いはず、ネクロどうするんですかっていう人ね、結構いると思うんでね、だからネクロにも勝てるペッカということで、ペッカは基本ネクロに相性悪いんですけどね、マジい値がないと。だマ間違じゃなくても、あの、勝てるよっていう感じのね、おすすめデッキになってます。ということで、ね、えー、まあね、結構、あのー、本当にリーグで使うぐらい強いデッキなので、そう、俺はね、負けちゃったけどね、またいつか絶対出して勝ちたいと思ってるんでね、あのー、使ってみてください。本当におすすめです。見た目以上に強いです。見た目はね、 あのキチガイデッキなんですけど見た目以上に強いね是非使ってみてくださいってことで今日はねでは終わりますお疲れさまでしたバイバイいえ